じゃん。あ、全体に、はい。150番と150番。これあれだね。本格的にすごいね。あれだね。あの米軍の作ってるテントみたいな感じだね。あのね、台湾行った時ね、台湾の大工場があって、でね、テントとかね、あのボートなんかをね作ってたんですよ。うん。でそのラインがすごかったんだけど、なんか感触考えるとそれと似たような感じだね。下のこれって何なんだ？これ下布だよ。布。これ雨漏りしちゃうんです。雨漏りしちゃう。なんかこれだけどもう表面のこの塩化ビニール。これがガサガサやけさ、下もう布が見えとけ、食いつくんさ。布が見えてれば食いつくよ。ねえ。布には染み込むよ。で、この辺ざーっと80番ぐらいでガサガサしとけばさ、足付けしとけば食いつくと思うさ。ああ、ね、もう表面を削っちゃって、あの見つけで、その後に。ましたから。ただでね、実験してやってください。じゃあもうほぼ表面のこの部分剥がしちゃう感じなんですね。そうそう、研磨して、うん、手間代はエンジンなくもこのまま大丈夫じゃないですか。まあもうツルツルしてないもん。そうですね、結構あれが本来ならこれが正常なんですよ、このシルバーが。ああ、はい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 。手触りがね、手触りがあるやつがね、これもうガサッとしてるもんね、うん、そういう意味ではね。もう15年も外出しっぱなしだから。うん、ああ、高いや。確かに。本当に。ここと比べちゃうとすごい高さですよ。いやだから奥田さんって言ったんですよ。そんなあのシルバーの軽トラの後ろにあるフォロみたいになったら、カインズでいくらでも買ってくればいいもん。違うんだね。奥田さんって言ったもん。違うんだよ、安倍さん。ブレインさん特注なんだよ。高いんだよ。どう、これぐらいになるかね。これなるよ、これ以上になっちゃうよ。いいだってあれだよ、奥ちゃんが塗装の専門家が、塗装屋の専門家が朝食すんだよ。確かに3日目なんなっちゃうね。え、最高級材料になっちゃうよね。これだ、食いつくな。ただこれ全部にやるとするとどれぐらいかかりますかね。いやそんなかかんねえよ、量的に。量的にかかんねえ。1キロいかないぐらい。でもだってエポキシはさ平米200グラムって言ってんだからさ、ねえ、それの3分の1だよ。だってあのほら、ナスの別荘やったところの、塗料屋、鉄骨専門屋って言ってたけど、エポキシの方が高いですね。あの塗料より材料食わねえねえって言ってんの。どうだろうって言ったんだよ。写真撮った。ええ、行きました。